明日久留米競輪で行われる中野カップレース初日特選の展開を推理していきたいと思います。さあ番組的には短期2社が宿口選手と三谷選手、九州が2社金賀選手の番手に北鶴選手、中四国で稲渕選手と松浦選手、そして唯一ライン3社の北の3社、前を引く新山選手、番手は佐藤慎太郎選手に3番手に姿選手となっております。さあまずスタートなんですが、最初ここは九州2社がね、車番があまり良くないので、北鶴選手が番手にハマってるっていうところを見ると、まあ結構スタート思いっきりね出てきて、足使ってでもいいから前受けして金賀選手をね、さら足状態で走らせたいというね、まあ気持ちがあれば、ちょっとスタート勢いよく出てきて、まあ車番の悪さを北鶴選手がカバーしてきてもいいのかなと思うと、九州2社が前受け。で、北の3社の3番手の姿選手、ここもね、スタート結構勢いよく出てもね、まあ3番手なので、まあ勢いよく出てきてもいいのかなと思うと、まあただ、北鶴選手が外からね、スタート取ってくると、まあ中段にはまってしまうのかなと思います。で、松浦選手はあまりスタート早くないのでね、まあそんなにスタート行く気がなければ、後方置かれてしまうかなというところで、中四国、この2社がね、後方に置かれる流れで、で、短期ですね。まあ短期は、先行意欲高い2ついるので、まあ稲見選手のところに1つどっかつくかなと思います。あともう1つ、まあやっぱりそうですね、北の後ろとかでもいいのかと思いますね。まあ一応並びこんな形で今回ね、私は並べてみましたが、で100万周回でしっかり稲見選手を前に出てきて、でそこに続いて新山選手が早めにね稲見選手を叩きに行くってなると、稲見選手もここはね前譲らずという形で、少し、まあ、踏み合う形になると思うんですが、まあ、最終的に、新山選手のね、最近の出来、まあ、高松宮記念でね、結構出来良かったので、まあ、ちょっと踏み合ったとしてもね、新山選手は出来てしまうのではないかと思われますね。で、後方から金賀選手という流れになるんですが、最終周回入ったところでね、金賀選手も上がってきて、新山選手をまくりに行くという形でね、前受けしていれば皿足状態なので、まあ、まくり届いてきてもいいのかと思います。稲見選手がダメなら、松浦選手あたりもね、ここ、金賀選手の上昇に切り替えていく流れで、最終的にバックは新山選手を取ってくるかと思いますね。で、まあ、最終コーナー入って、金賀選手のまくり届いてきて、番手北鶴選手なら、まあ、離れることはないかと思います。で、松浦選手あたりも切り替えてる、矢田口選手あたりも、短期でね、その後ろいれば、ついてきているかと思いますね。まあ最終的に4コーナーできた時に、新山選手が前に行ったところをね、金賀選手のまっくりが届いてきて、北鶴選手の差し込みもあるかというところを考えて、今回私は、ここのね、九州2社の8686っていうのをね、狙ってみたいかと思います。まああとなんか最近というか、ここのところなんか新山選手と金賀選手が走ると、結構金賀選手が勝ってるなーっていうね、まあちょっとしたまあイメージですけど、それは。ただ、やっぱりね、ここ、先行意欲が高い2ついるのでね、早めに先行先行っていうところがね、叩き合ってくれば、金賀選手のところをね、展開巡る形になってくるかと思いますので、1、2着ね、ここは固定にしました。で、3着ですが、ちょっとこれ3着ね、悩みますね、なんか。で、多分金賀選手のね、九州2社が来た時点でかなりオッズも高いと思うので、そうですね。あとはもう、稲渕選手がちょっと叩き合ってダメだったらってことを考えると、稲渕選手を外したとこの流しでいいのかなと、個人的には思いますので、まあちょっと広く行ってね、高いところ、まあ紐抜けないように流す形で、もう3着ね、1、2、3、4、5、7と、まあ広めに、そうですね、ちょっと広めに流してみたいと思います。そうなると、トータルで、12着ですね。今回の動画ではね、まあ九州2社のまくり決まってくるというところをね、推理してみました。まあ、他の展開をね、明日のライブ配信の方で行いたいと思いますので、お時間ある方は、ぜひね、見に来ていただけると、私の方も嬉しいです。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。